皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1994年公開の、レオン。現代、レオン。監督と脚本はリック・ベッソン。主な出演は、ジャン・レノ、ナタリー・ポートマン、ゲイリー・オールドマン、など。ニューヨークで暮らす寡黙で孤独な男レオンの正体は、凄腕の殺し屋。ある日、彼の住むアパートの隣室の一家が惨殺されるが、たまたま生き残った12歳の娘マチルダをかくまったレオンは、そのまま一緒に生活を送ることになる。というストーリー。リック・ベッソン監督をブレイクさせた、メインキャスト3人の演技が素晴らしい傑作。ジャン・レノの殺し屋ぶりは単純にかっこいいし、ナタリー・ポートマンの少女から大人の女性への中間の微妙な怪しさはうまい。そして嫌悪感を一身に背負う、敵役のゲイリー・オールドマンの言っちゃってる演技は、主人公2人の魅力を一層引き出している。物語の展開のテンポもいいし、演出も丁寧で細かいところまで気配りを感じる。特にラストの画面の視点が切り替わる演出は心に残った。ということで、評価は。Thumbs up!